皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Peace 平和というものを選ばせていただきました。そして今日はですね、サムネにもあるようにヒールザワールド、風さんがね、先日オールナイトニッポンで最初に歌っていたマイケル・ジャクソンの曲ですけども、そちらの話をしようと思うんですね。と言いますのは、視聴者様からのコメントでヒール・ザ・ワールド、フリーライブでは歌わなかった See the nations turn their swords into plowshares の歌詞をオールナイトニッポンでは歌っているそうですというコメントをいただきまして、他の方がね、このプロシェアっていうのは好きの刀、 turn sword into plowshare っていうのは剣を好きに持ち帰る、争いをやめて平和に暮らすという意味があるということでしてね、これを意図的に今回は歌ったということなんですね。で、このヒールザワールドというマイクル・ジャクソンの歌ですけども、これ私以前ね、風さんがフリーライブで歌った時も動画にしたことがあるんですけども、その動画ちょっと事情があってもうないんですが、マイケル・ジャクソンが生前ですね、あるインタビューで、残りの人生でたった1曲しかパフォーマンスできないとしたらどの曲を選びますか、という質問を受けまして、その答えにマイケルはね、ちょっと2、3曲選んじゃダメって真剣にね悩んで、5つもきっぱりとこう答えたそうです。1曲だとしたらやっぱりヒール・ザ・ワールドだよ。あの歌は僕が今までにレコーディングしてきた全ての楽曲中でも特別な曲なんだ。人々の心の中にこれからも長く生き続けると思っているよ。何かとても特別なもの、何かとてもイノセントなもの、何かとても大切なものについての曲だからっておっしゃっておりましてね。そしてこの歌詞を見てみますと、君の心の中に小さな場所がある、僕には分かっている、その場所こそが愛なんだ、君のため、僕のため、世界を癒すんだ、そして人類みんなのために。そしてこの歌はマイケルが1991年、これは彼が当時33歳の時に発売した楽曲で、作詞作曲はマイケル自身のものだということですけれども、ここでね、20世紀最後の戦争とも言われた湾岸戦争が勃発した年でもあったんですね。そしてマイケルは1992年、その翌年ですね、ヒール・ザ・ワールド財団というのを設立しているんですけども、こちらの財団の目的は世界中の子どもたちがさまざまな暴力や差別、放置といった不幸にさらされないようにするというものだったということです。そしてこの財団をね、設立するときにマイケルがこんなメッセージを言っているんですけれども、僕らのミッションは世界を変えること、子供や生態系やこの地球に対するみんなの意識を変えて、みんなにとってもっと素晴らしい場所にすること、そしてその第一歩は子供たちを救うことだと思っています。だって彼らこそが未来ですから、やり遂げるまで決してこの使命から離れないつもりです、ということでね、風さんはマイケルのことをとってもリスペクトしていて、そしてフリーライブでもこのヒール・ザ・ワールドを歌っておりましたが、この前のオールナイトニッポンでも一番最初にその歌を歌っていて、そして今ね、この時期にね、視聴者様のコメントがあったように、意図的なのかはわからないけれども、とても重要な歌詞も歌ってくれましたね。そういうところにね、
やっぱり風さんの覚悟というか、やっぱりマイケルのそういう使命をね受け継ぎたいという思っているのかわからないですけれども、そういうものを感じましたね。フリーライブの時はマイケルが長になって風さんを見守ってるんじゃないかなんてこともね話題になりましたけれども、私もなんか天国からマイケルが風さんのことを見守っているように思えてなりません。そして本当にこうやって風さんがねまたヒールズワールドを歌ってくれた重みというものをね改めてこの視聴者様のコメントを見ながら感じました。皆様はどのようにお感じになられましたでしょうか。そして4月2日3日の言葉は Life isn't how you survive the thunderstorm。 人生はどうやって雷雨を乗り越えていくかということではない。 But how you dance in the rain。 人生は雨の中でどうやってダンスするかということだ。こちらはアダム・ヤングというアメリカ人の作曲家の方ですかねの言葉だと思うんですけれども、まあポジティブな感じですよね、まあ、楽しんでいきましょうということだと思うんですけれどもね。本日はもう一つ今回の話題にぴったりのものを見つけましたので、こちらもご紹介させていただきたいと思うんですけれども、 When the power of love overcomes the love of power、 愛の力が権力への愛を超えるとき、There will be peace。 平和になるだろうということで、なんだかとっても素敵な絵ですね。そういえば風さんのツイッター見ました？アイコン変わってたの気づきましたか？これ大豆ミートってなんかもうちょっとねえ、オールナイトニッポンでありがとう言いたいのは大豆ミートですって言ってたから、あ、なるほどねってわかりますけど、あれ聞いてない人はなんだこれって思いますよね。聞いててもなんだこれって思っちゃいましたけども、でもこれ春はあげぽよってすごいかわいいお花がいっぱい、素敵素敵ですね。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ちなみにこれはね、娘がロサンゼルスからサンフランシスコあたりまで行く途中の道のりを映像を撮ってね送ってくれたんですけれども、私がいつもね車に乗ってると隣に座ってる娘にね、あ、この景色撮って視聴者様に見せたいからとかいつも言ってるんで、きっと私がこういう景色好きかなと思って送ってくれたんだと思います。やっぱり広大で素敵ですよね。それでは今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。